こんにちは、エヴァタケシです。今回は、他人から嫌われたくない、他人に気に入られたい、と頑張れば頑張るほど、疎外感を感じるようになる、というテーマでお話ししていきたいと思います。私たちの中には、認められたいという欲求があります。認められたいというのは、私はここに存在しても大丈夫と感じたい、ということです。 私はここにいてもいいんだといった感覚が欲しい、つまり自分の居場所が欲しいということです。人から認められるというのは、私には自分を分かってくれる人がいる。私にはそのままの自分を受け入れてくれる人がいるということです。そして人から認められることで、私はここにいてもいいんだ。私は一人じゃないんだ。と安心することができます。私たちは、 孤独を恐れるようにできています。人から認められるというのは私は一人じゃないんだと感じるということです。私たちは人から認められることで人とのつながりを感じることができます。私たちは孤独感から逃れるために人から認められたいと求めるようになります。人から認められたいという場合の人は他人のような感じがします。だから他人から認められることで承認欲求が満たされる。 と自動的に考えてしまう人が多くいます。しかし、孤独を感じる原因は他人から認められていないからではありません。私は認められていないと感じるのは自分で自分を認めていないからです。私は受け入れられていないと感じるのは自分で自分を否定しているからです。私には居場所がないと感じるのは私はそのままの自分でも大丈夫だからね。 と認めててあげる心のススペースを作っいいないからです。私は認められていないと孤独を感じるのは自分で自分を認めていないから自分とのつながりを感じられていないということです他人から認められると承認欲求が満たされることがありますなぜなら他人から認められることで自分で自分を認められるようになるからですあの人に褒められたから 自分で自分を認めてもいいかもしれない。あの人に愛されているから、自分で自分を認めてもいいかもしれない。となっているだけです。他人から認められることがきっかけになって、自分とのつながりを感じられるようになるということです。結局は、自分で自分を認めることでしか、承認欲求は満たされないということです。どれだけ多くの人に尊敬されても、どれだけ多くの人に愛されても、いや、 私はそんな人間じゃありませんから、本当の私はだめな人間ですからと否定していたら、自分は受け入れられていると感じることはできません。他人から認められることで承認欲求が満たされると思い込むことで、自分が自分を認めることを忘れてしまいます。他人の機嫌を取ることに必死になると、自分の機嫌を取ることを忘れてしまいます。 他人のニーズを優先するために自分のニーズを犠牲にすることでそんな自分のことを嫌いになってきます。なんで他人ばかり気にして自分に気を使ってくれないんだなんで他人を喜ばせるために自分に我慢ばかりさせるんだと自分に対して怒りを感じるようになります。他人の機嫌を取ることで他人から認められるようになっても自分で自分を認めることができなくなります。 すると、承認欲求が満たされないのは、自分の努力が足りないからだ、と嫌いになった自分のせいにするようになります。そして、もっと他人から認められるための努力をしなければいけない、と考えるようになります。そのような態度は、もっと私を尊敬してください、もっと私を褒めてください、もっと私を愛してください、と要求する形で現れ、周りの人たちを疲弊させていきます。 承認欲求を満たすためには、自分で自分を認めてあげることが大切です。承認欲求を満たすために、他人からの承認を求めると、他人から認められても、自分で自分を認められないとなってしまうことがあります。私には、そのままの自分を受け入れてくれる人がいるという安心感が欲しければ、どんな時でも、どんな状態の自分でも、受け入れてあげるから大丈夫だよ、と自分に語りかけてあげましょう。 私は一りぼっちじゃないんだと感じたければ他人からどう思われても自分だけは自分の味方をするから大丈夫だよと自分に寄り添ってあげましょうあなたは自分で自分を認めてあげることで私にはどんな時でも自分をサポートしてくれる存在がいるという心強さを感じることができるということを忘れないでほしいと思います今回もご視聴していただきありがとうございます もしこのチャンネルが役に立つと思ったらいろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。